ベータマックスのビデオデッキテープサイズの比較。ベータマックスと VHS ビデオデッキの内部構造ベータカムとベータ方式のビデオテープベータマックスはソニーが販売していた家庭向けビデオテープレコーダー及びその規格である。規格全体を指す名称としては東芝や山陽電機などが参画した時点からベータフォーマットやベータ規格、ベータ方式を用いていた。 ハイバンドベータや ED ベータもベータマックスの記録フォーマットの一種である。このコーデは企画及び製品について詳述する。本格的家庭用企画として VHS と共に大々的に販売されたカセット型ビデオテープレコーダー企画である。1号機は1975年4月16日に発表され、同年5月10日に発売された。 これ以前の家庭用 VTR 企画はいずれも本格的な普及を見なかったが、ベータマックスのヒットにより家庭用 VTR 市場が開拓され、その初期段階では VHS よりも高いシェアを占めていた。しかし、VTR の世帯普及率が高まる中で、VHS と業界を二分した熾烈な販売競争に敗れ、1984年度をピークに販売台数が減少に転じ、 ついに2002年、企画士官のソニーも生産を終了した。ソニー製ベータマックス VTR は日本国内で累計約400万台が生産され、ビデオカセットはピーク時には年間約5000万。VHS に対する劣勢が顕著となった1980年代前半には、やつぎばやに複数の技術革新が行われた。例えば、 カメラとデッキを一体化したカメラ一体型 VTR、ベータムービーの発売、音声 FM 記録による音質の大幅な改善を図ったベータ Hi-Fi の発売、FM キャリアを高周波数化することで水平解像度の向上。しかし、いずれも VHS 陣営が迅速に対抗企画、対抗機種を投入したために劣勢を覆すことはできず、 むしろ販売台数の減少に拍車がかかった。そして1987年、VHS 陣営が SVHS を投入するに至って、ついに画質面でも追い抜かれ、挽回は絶望的となった。1987年には、メタルテープ仕様の高画質新規格である e d ベータを発売して画質面で再び優位に立ったが、マニア向けの日地商品の域を超えるものではなかった。 ソニー自身が1988年に VHS、ビデオデッキの製造販売に参入して、以降も、ベータマックスの生産、販売は継続されたが、新規機種の投入は減ってゆき、2002年8月27日、構成部品の調達が困難になったこともあり、生産終了を発表し、新品は市場から姿を消した。ベータ規格の代名詞とも言える、ベータマックスという名称は、 ソニーの商標として登録されており、東京芝浦電機、山陽電機、愛は新日本電機、ゼネラル、パイオニアなどが参入した時点で、システム全体の名称はベータ方式、ベータフォーマットなどとされていた。投資は、山陽電機は V コード方式からベータ方式にくら替えしたため、参入当初のカタログ等にはベータコード方式の表記を使用していた。 自社で開発、製造を行っていたのはソニー、東芝、NEG、山洋電機、アイワの、警護社で、ゼネラルパイオニア等の他各社は、OEM 供給による販売を行っていた。日本国外では、シアーズや、ゼニスエレクトロニクス、レイディオシャック、トットン、ダイブ電子といったメーカーブランドでもベータ方式に参入し販売されて、 いたが、ソニー以外の各社は1986年までに VHS の生産、販売に移行した。オーディオメーカーの日本マランツも、産業電機からの OEM 供給により、日本国外でベータフォーマットのデッキを販売した実績がある。VHS 規格と比較した特徴として、下記のような特徴を持っている。性能的には、優れたものだったが、VHS より、 部品点数が多く調整箇所も高い精度を要求される構造により家電メーカーにとって家庭用ビデオの普及機に廉価機の投入が難しかったという欠点も持ち合わせていた。東芝や山陽電機からは思い切って機能を省いた廉価機も初期から発売されていた。とはいえ企画士官のソニーが性能重視の姿勢で廉価機の開発が出遅れたこともあってシェアを伸ばせなかった。 それゆえに、性能が優れているものが普及するとは限らない例、として、初期のレコードの例とともによく引き合いに出される。しかし、ベータ方式をもとに策定された放送用企画、ベータカムは、20年以上にわたり世界の放送業界のデファクトスタンダードとなり、デジタルベータカムやハドカムなど、 再生互換性を持つ製品バリエーションを増やしながら2016年3月末まで販売されていた。また、ベータ方式の録画用ビデオテープもソニーマーケティングが運営するソニーストアで注文可能だったが、この録画用ビデオテープも2016年3月をもって出荷終了することがアナウンスされた。2009年、VHS 方式 VTR との技術競争を 通じて世界の記録技術の進歩に大きく貢献した機種として重要である。として家庭用ベータ方式 VTR1 号機 SL-6300 が国立科学博物館の定めた重要科学技術資料として登録された。ベイトマックスの名称は記録方式として磁気テープ状の未記録領域であるガードバンドを廃止 記録再生ヘッドのアジマスを互い違いにずらして、フィールド単位の信号を隣接して記録する、アジマス記録方式が、情報を詰めてベタに記録している状態から、通称、ベタ記録と開発現場で呼ばれていたこと、テープローディング時の形状がベータの字に似ている、英語のベターに、響きが通じ演技が良い、などから、ベータ案が提言され、それに最高、最大という意の、 マックスを組み合わせて命名された。ベータマックスのビデオテープ一般的に画質の良さが特徴として歌われていたが、本来の基本規格から VHS との競合で生まれた2倍モードであるベータ2へと実質的標準モードが移行した時点で VHS 標準モードとは大差がなくなり、ソニー製ベータが改造感優先の再生画で VHS が SN 非優先の再生画といった、 再現性の際が、それぞれの特徴となった。画質については、ソニー製機種の傾向が大きく取り上げられていたが、東芝は、改造感と SN 比のバランスを重視した平均的な調整で、NEC、採用電気が、ベータ3モードの再生画質に配慮するため、SN 比を重視し、VHS に近い画質、といったメーカー。なお、日本電子機械工業会により、 EIAJCP-0511 として、日本工業企画では、JISC5582 時期テープヘリカル操作、ビデオカセットシステムとして企画が定められていたが、いずれも廃止されている。ソニーは、ユーマチックと同等の性能、機能を維持した上での小型化を目標としていたため、録画時間は1時間とされていた。しかし VHS が当初より時間録画を標準としており、 それへの対抗として、テープ速度を1、2とした記録モードを開発、後にベータ2と命名されベータ方式の実質的、標準記録モードとなった。しかし基本フォーマットに対したスバ倍のテープ速度では、記録方式のアンマッチングによる再生画への影響が大きく、それに対応するため、再生画の信号処理が当初規格から変更されている。これを元にして、ベータ3や、 ベータイスモードが構築され、新しいベータマックス及び賛同各社の共通フォーマットとなった。このことは、ベータ2での音質や特殊再生機能の面で、後々まで加工を残し、また、当初方式のベータ i モードが、ベータフォーマット標準仕様から外れたため、再生できる環境が限られることとなった。元来から、音声記録トラックの問題で音質が優れているとは、 家が高かった各ビデオ企画だったが、ベータフォーマットにおいては、ベータ2モードが VHS 標準モードよりテープ速度が遅くなることから、なおさらに不利となった。そのため、再生イコライザの調整で音質のバランスを取ろうと、したが、ヒスノイズが目立つなどしたため、ソニーは一部の上位機種にベータ NR を搭載するなどし、音質面での劣勢をカバーすべく努力していた。 1983年には、音質面での不利を克服し、さらなる差別化を図るため、ベータ Hi-Fi を開発し、ベータ陣営各メーカーが採用、圧倒的な改善が図られて、VHS との大きな差別化となった。しかしわずか1ヶ月後には、VHS も独立ヘッドで、直進走記録を行う VHSHi-Fi を導入し、これに追随した。ベータハイファイ方式は、 映像ヘッドで、ベータハイファイ記録を行うため、VHS ハイファイ方式に見られる映像、ハイファイ音声のトラッキングフィッチが、原理的に発生せず、滝での再生時も安定して再生が行える、メリットがあった。しかしその一方、映像用と同一のヘッドを用いて、映像信号帯域の隙間に記録する方式とした、ため、音声記録帯域を確保する必要から、 映像信号帯域が若干削られ、それが画質劣化を招くこととなった。また、映像記録帯域を若干削っているため、Hi-Fi でない従来のベータデッキで、Hi-Fi 記録のビデオを再生すると、Hi-Fi 音声記録帯域の一部も映像信号として出力してしまうため、映像にビートノイズが入る弊害も起こった。Hi-Fi 化による画質劣化を本格的に改善するため、 当時の磁気テープ性能の目覚ましい向上を背景として一部機種では FM キャリア周波数を 3.6MHz から 4.0MHz へと 400kHz 高周波数化することで解像度低下を補い合わせて従来よりギャップの狭いヘッドを用いることでベータ2モードで問題となっていた隣接トラックからの影響を減らすことに成功さらにベータ ツーモードでの特殊再生対応として追加ヘッドを搭載するなどした結果、これまでと違った再生画質を追求することが可能となった。ハイファイ化による画質劣化は第1号機のソニーの SLHF77 においては発売当初からすでに問題となり、画質改善キットと呼ばれる追加対策が行われた。キットは FM キャリア周波数を 3.6MHz から 4.0MHz へシフトアップするハイバンド化とそれに伴う基板の部品交換、設定変更だったようでメーカーでの改造対応としていた。ユニークなところでは映像ヘッドでベータ Hi-Fi 記録を行うという特性を生かして Hi-Fi 回路を別売りにして追加増設することでベータ Hi-Fi 対応可能なノーマル音声対応デッキ。 ベータプラスもソニーアイワから発売された。Hi-Fi 音声導入後に行った FM キャリアの高周波数化の実績を踏まえ、正式に FM キャリアのさらなる高周波数化を施して、解像度低下を補い、強幅ヘッド仕様による隣接トラックの影響排除と合わせた再生画の再調整を施し、総合的な画像の品質向上を図ったものが、ハイバンドベータフォーマットである。 同時に、より高画質な記録と当時流行しつつあった、ビデオ編集時のダビングによる画質劣化を抑える目的で、テープ速度をベータ相当に早めることで、磁気情報量を増したベータイスモードを開発、それのさらなる高解像度化を図った SHB ハイ、バンドモードも続けて、開発、搭載し、高画質録画なら、ベータというイメージ戦略を展開した ED ベータテープ、 ご消去防止用の爪がスライド式になっており、場所も異なる。元の場所には穴が開いており、爪が折れた状態となっている詳細は、エドベータを参照。その後も、さらなる高画質記録を目指し、VHS 陣営が一歩先に開発した S、VHS 方式に対抗すべく、記録方式を再設計した ED ベータを開発した。その名前が示す通り、 タなナル SVHS の後追いではなく、EDTV への対応を見越した企画だった。ED ベータは、高価なメタルテープを使用して、高度な記録領域を得て、FM 起動信号の白ピークレベルを9、3MHz に拡張し、水平解像度 500TB 本を実現するなど、SVHS 方式より高解像度を得た。だが、結果として、テープの価格を高く設定せざるを得ず、 酸化鉄自生体の高性能テープ仕様を前提として開発された SVHS にはテープ価格で最終的に大きな差をつけられた。地上波アナログ放送の水平解像度は330本、BS アナログ放送で350本、レーザーディスクは430本程度が限界であり、SVHS 規格の水平解像度400本で十分対応でき、 EDβ の水平解像度500本は明らかにオーバースペックだった。しかもこれは軌道信号の話であり、色信号については SVHS も EDβ もハイバンド化は言っていない。逆にハイバンド化が著しい EDβ は色信号のハイバンド化を行っていないという欠点が SVHS よりも目立ってしまった。この EDβ の高解像度を活かすには、 EDTV の普及が前提だったが、結局のところは、放送局側は、将来のデジタル放送への対応に、手一杯であり、過渡期の企画である EDTV にあえて力を注ぐ、ことはなく、ほとんど普及せずに終わった。あるいはビデオソフトの発売が不可欠になるが、ほとんど発売されずに終わった。1988年6月に、ED ベータ方式カムコーダ c -50 を、 発売したが、発売当時の本体価格が73万円と、高額だったため、早町や及び一部の業務用に使われるのみだった。ようやく1995年に DV 企画を採用したカムコーダが発売され、DV からの編集に ED ベータの高画質が活かされることになった頃には、もはや手遅れとなっていた。ソニーは VTR 機器に関して九百六十年代から、公式、 規格の統一を基としており、統一規格として、有規格を制定した経緯もあり、1、2インチ VTR でもこの方針を継続して、各社に働きかけた。1974年には、有規格で提携した、松下電機と日本ビクターに、ソニー側から、試作機、技術、ノウハウを公開するなど、規格統一に向けた取り組みを行ったが、両社からは、 反応がなく、1976年9月には、日本ビクターから VHS 規格 VTR が発表され、結果的に企画争いが発生した。松下電機は1973年に発売した独自規格、オートビジョンが全く市場に受け入れられなかったことや、グループ内会社での VX 方式 VTR の開発、発売、 松下幸之助のベータに対する興味などもあり、販売力のある同社の選択が注目されていたが、1976年末に松下幸之助により最終的な判断が下され、後発組のハンディキャップを取り返すため、製造コストが安い部分を重視して、VHS 方式の採用を決定、松下電機のベータ陣営取り込みに失敗した。VHS 陣営との競争による、 技術向上の結果とはいえ、合計で11もの録画再生企画ができ、またベータハイファイやハイ、バンドモードで、旧機種での再生で画像に影響が出る方式としたり、ソニー以外のメーカーが採用しなかった、ベータイベータイスモードや、ベータ -nr など、再生対応機種が限られるフォーマットや、ノイズリダクションシステムが混在したことから、普及機において、ユーザーの混乱を招くこととなった。 テープの表記もベータアイ時代には録画時間だったものが2倍モードを実質的標準にしたことで従来表記では営業制作上不利なことから苦肉の策としてテープ帳での表記に変更したが録画時間が直感的に理解できずユーザーフレンドリーという視点では煩雑だった。また l l l の各テープは 旧機種ではカウンターが対応しておらず、テープの厚みも薄くなっていることから、LT マークがついた長時間テープ対応機種のみで使用化とされていた。ベータイスモードで2時間録画できる L-1000 というテープの開発も進んでいたが、試作段階で終わり製品化されることはなかった。蒸気のような状況から、技術革新を即時に盛り込み蓄字改良を続けるベータ企画は、 ハイアマチュアにこそ評価されたものの、一般的な消費者や販売店などからは煩雑、難解な印象を持たれ敬遠されるようになり、結果としては、家電メーカーの利判を招き、マニア向け製品といったイメージが強まり、各販に苦戦することとなった。ソフト産業では、再生環境が限られることが敬遠されたのか、ハイバンド企画対応ソフトは、リリース数が非常に少なく、 実質的には非売品の店頭デモンストレーションソフトなどに用途が限られており、せっかくの高画質モードが活かされていない状況だった。ベータハイファイの場合は、非ハイバンドの場合は、解像度では VHS に劣るので、ビデオソフトの場合は、ベータの方が低画質ということになった。その反省か、ED ベータでは、ソニーの高精細度ドビデオシステム HDVS を撮影。 マスターに使用したソフトが制作され、ソニーショップ、秋葉原などの大手家電量販店、大手レコード店などで一般に市販され、長年にわたり製造、販売され製品カタログにも記載された。北海道上川郡美栄町を撮影した、前田晋三の四季の丘シリーズなどは一躍有名になり、ED ベータ初号機エドブ -9000 にはソフトが添付された。 しかしながらソフトのリリース数は極めて少ない。また、カムコーダにおいては、ハイバンド規格対応、ED ベータ規格対応製品があったものの、機種数は限られており非常に高価だった。一方の SVHS は、SVHS 新規格のカムコーダにおいて、廉価な製品も発売されて普及している。とはいえ、カムコーダの規格としては8ミリビデオやその上以降、 画質規格であるハイマイナス8の方がより普及している。8ミ、mm、リビデオ規格の旗振り役を務めたのは他ならぬソニーであり、それがためにハイバンドベータ、ED ベータのカムコーダに注力できなかったという事情もあった。VHS 陣営の積極的な OEM 供給、精力的なソフトウェアビジネスも行ったことで、ベータ陣営は販売こそ先行したものの徐々に劣勢となっていき、 陣営内でも VHS 機器を併売する企業が出るなど足並みが崩れていった。また、ソニーは機器の OEM 供給を申し入れた一部企業に対して、ソニーは OEM 供給をしない方針を示しており、自らベータ市場拡大を停滞させるジレンマに陥った。ベータ陣営は効果的な対応策が打てず、VHS に倶替えする企業も多数出たことで、 勢力は低下の一途をたどり、VHS 陣営の勝利が決定的になった1984年、ソニーはイラストに佐藤三平を起用して、ベータマックスはなくなるのベータマックスを買うと損するのベータマックスはこれからどうなるのという奇抜な見出しの新聞広告を1月25日から4日間連続で言った。4日間全ての紙面には、これからもベータマックス。 ビデオはソニーと大きく書かれ、それぞれの紙面には同時に答えはもちろんノーもちろん発展し続けますというコピーが入り、最終日にはますます面白くなるベータマックスと締めくくり当時の新製品を告知する逆説的アプローチだったのだが消費者には広告の意図がうまく理解されず、これを機にベータ離れが加速されたことはソニーも認めるところである。 1988年頃にはベータを重点的に取り扱った全国的なレンタルビデオ店、ヒットラントをソニー及び直営店が展開し、VHS オンリーに傾き始めていたビデオレンタルでベータを何とか取り持とうとしたが、すでに VHS しか出さないビデオソフトも多数で始めていた影響を受け、その後衰退した。上記のようにベータの方が圧倒的少数派になる中、 そのユーザーはほとんどが保守的だった。つまり VHS の方が多数派になっても簡単には乗り換えしないという層がベータのユーザーの大半だった。むしろマニア層は必要とあらば VHS へ転向はいとわない層でもあった。したがって精力的な技術投入とは裏腹にベータの機器の売れ筋は非ハイハイの廉価機が大半であり VHS ユーザーよりも ハイファイや上位規格の ED ベータの普及率は低かった。このような情勢か、1993年にソニーが最後に市場に出したベータの新製品は、ベータハイファイ、ハイバンドではあったが、ED ベータではない、SL-200D だった。かつて、ハイアマチュア層の一部にベータフォーマットの VHS に対する様々な優位性を熱狂的に捉える。 いわゆるベータ神話が存在したが、テープメディアを用いるビデオデッキそのものが主力ではない。現在、過去のフォーマットの評価として冷静な分析が行われている。VHS の高規格版、SVHS は新製品の投入の度に、画質向上の努力がなされたが、ED ベータは販売数でも後陣を排していたことから、1990年を最後に新製品が投入できず、 付加的な画質向上策がほとんどなされなかった。そのため企画上でのスペックでは ED ベータが圧倒的優位だったにもかかわらず実質上の画質では1990年以降も精力的に画質向上を図った新製品を投入した SVHS の方が上だと評価する雑誌、評論家もいた。さらに1993年には明らかに ED ベータを 企画上でのスペックで凌画する WVHS が生まれている。一方でハイバンドベータに関してはノーマル VHS よりも画質が上回っていることは多くの評論家、ビデオ雑誌で見解がほぼ一致していた。規格としてはハイバンドベータは水平解像度では VHS を上回るものの SN 比ではおとり一一端であるが、 ビデオテープの性能向上による SN 比の改善により欠点は克服された。雑誌などで ED ベータの機器が紹介された時にはハイバンドベータが十分高画質なので ED ベータを使う日。会社名表記のない機種についてはソニーが発売。ここではベータが作品内において主要なアイテムとなったタイトルのみを取り上げる。カウボーイビバップ第18話のエピソード。 ベータのテープを入手した主人公が悪戦苦闘しながらビデオデッキを取りに行くが VHS のデッキで見れなかった。ありがとうございます。